ちは、ももかわチャンネルです。はい、今回はですね、こちらの材料を見てくれればわかると思うんですけど、原宿などで売っている最近流行りのインスタ映えアイスクリームを自分で作ってみたいと思います。やっぱり原宿とかで買ったりするとちょっと値段が高いじゃないですか。なので今回は材料を集めたので、こちらを使って作っていきたいと思います。今回使う材料はこちらの9種類のチョコペンと、こちらのいろんな材料などを使ってやっていきます。デコレーションですね。ピンク色、濃いピンク、赤色、水色、紫、薄めのピンク、それよりちょっと薄めのピンク、黒、白、グリーン、緑です。こちらの色とこちらのいろんなね、デコレーションのなんていうのパーツを使っていきます。こちらのチョコは形を描いて固めてこうやってつけていく感じにしたいと思います。それではレッツショータイムクッキー。はい、今からこちらのチョコペンをあったかいお湯で湯煎していきます。こんな感じでシュガーコーンが入っていました。まずコーン、チョコペンのチョコペンを溶かす前に、こちらのコーンのここら辺にデコレーションしたいので、ホワイトチョコレートで溶かしていきます。ここで全部入れます。もう一個入れる袋、溶けると思うんで混ぜていきます。もうめっちゃ溶けてる。早速鍋的な要素あれ足りない。あ、結構いい感じに溶けてきてる。あとはちょっとした残ってるところ小刻みに刻んで、いい感じに溶けたと思う。いいんじゃないママ。いい感じにホワイトチョコレートが溶けたので、こちらにコーンをつけていきたいと思います。ここは私が怖いんでお母さん作業でやってます。そういう感じ。あ、いい、ぽいぽいぽい。それにパラパラってかける。瓶で乾かします。アラザンとかもいろいろあります。いろんな飾りも用意してあります。あ、楽しそう。うちもちょっと次やっちゃいます。横で映ってる、見たけど。え、そんな適当でいいの？もっと位置決めたりしないの？いいんだ、バラバラって感じ。いいね。おいしそう。早く食べた。コーンだけでもいいから食べた。そんな？いいんじゃない？え、ちょっと待って見せる。こんな感じです。いいね。次私やっていきます。ママみたいにうまくできない。あ、いいじゃない、うん、ちょっと待って、ママみたいにうまくできない。できてるよ。いい、これで、うん、ちょっとチョコを落として。嘘、マジか。そしたらこの上、じゃあデコレーションしていきます。この青が本当に、え、これしかなかったの？うん。もう少なくない？あるよ。あるか。よかった。ちょっと。ちょっと薄いけど。ちょっと、まあ下でもね、輝いているっていう気持ちを込めてね。私はどこでいても、どこから見ても綺麗に輝いてるように見せたいと思います。星とかイメージしたい。私、ももかさんは、ここが原宿来たイメージになる。
ゃあ星以外にも、あっちゃう、ね、よし、じゃあ星以外にもよし、全部つけ、この星からの顔から振っていきます。顔振ってくぜ、ついちゃった。回しながら、ね、色々回させよう。コーンでもいっぱいいっちゃう。あ、もう最高、原宿区間半端ない。ボロボロ落ちちゃうかもね。すんごい痛そうだよこれ。ハリネズミみたいな痛さじゃない？食べるたびに頭痛が来る。ハリハリ刺しコーン完成です。よくない？これ結構いいよね。いいよね。はい、じゃあ乾かします。これはね、後ろ部分が結構多くなったね。結構そんなにさっきみたいにしないで、ちょっとほんのりとこのようにコップなどに刺して乾くまで待ちたいと思います。このポンプリンが大変なことになっています。やばい、ま、乾くまで待ちます。まず私からチョコペンでここに絵を描いて固めていきます。まず使いたい色のチョコペンを溶かしていきます。私は白と黒でお目目を描きたいと思います。じゃあ描いていきます。結構多分だって出るよ。ここで私の絵心が試されるところかな。で、黒先にちょっとここに置かして、混ざっちゃうかな。ちょっと固めてからちょっと待とう。で、白も塗っちゃう。中何をつけるの？目をここに黒いのつけたいんだよ。じゃあ周り塗っちゃおうか。父登場。こんな感じ？なんか違う。まあいいでしょ。あ、やばい、なんか変になっちゃった。なんか変。まあいいよね。大丈夫大丈夫。目だね。次、赤の唇。ちょっと固まるまで待ち。もう最低ちょっとね、かぶっちゃうみたいな。出てきた。ティッシュ。どうやって作る？ちょっとでかめに。あ、うまいっぽい。あ、うまいっぽい。あ、うまくない？うまい。唇黒い線は後でいいや。後で唇の黒い線を描きます。あ、うまいよ唇。うまくない？あ、上からの上から。そうだ、上からにしよう。唇いいわよ、いいわよ。ももか、MM。ロック系つってんのにすぐさまピンクを使うっていうね。ダメだ、これ失敗。むずいな。あ、また失敗、やばい。ここだよ、ね、こうしてこうしてこうじゃない。あ、来たっぽい。 M、 O、 次。おい、ハートにしようか。ハートもぜ。おおおおお、 N、 おお、 N、 N。 N、 N、 お、 N、 お、 お、 N、 お、 N、 お、 K、 K、 K。M O、 あ、 M O、 M O、 K、 A。 どっちがいいかな。こっちだな、やっぱり。ちょっと A、 OK、 これでいい。あ、唇に白使えばいいね。うちもつけよう。真似します。本当に作れる？君、普通
通にママのフラミンゴを期待しちゃってるって。相変わらずさっきと変わってないですね、あんまり。次はお城を作ってきます。次はちょっと夢川的な感じで。大丈夫？お城を調べます。ダイヤモンド？カイドラか？そういうこと？あら、すごい。よし、お城を本気で作る。水色か。強い才能ないとできないっていうこと。あ、こういうのがいいんだ。才能がありすぎます。そんなの思いついた。いいね、チェリー。真似していいですか？どうぞ。すいません。いいね。そうなんです。白はないんで。
赤いからいいか。これも試し。2枚目の紙に移りました。青です。完成することができました。パーツ完成しましたよ皆さん。まず私のはこちらとこちらです。私はいろいろ失敗したんですけど、ももかって書くための英語とさくらんぼとダイヤモンドミルク
ダイヤモンドと目と唇、あとこっちにティアラ、ちょっとここ失敗しちゃったんですけど、ティアラとこちらのお城と鍵、魔法の鍵的なのを書きましたんですけど、マミーが作ったやつなんですけど、すごいんですよ。自分で言うのもなんなんですけど、こちらユニコーンと顔文字的なね、こちらの唇とニコちゃん、オレンジのニコちゃんとすぐ折れちゃいそうな、なんだっけこれ、フラミンゴと、こちらのメガネと貝殻、すごいね、よく 3D にできたね。貝殻と、うちと同じサクランボと内側までしたんですけどね、ヤシの木と、こちらの雪の結晶ですね、花粉症これまあこんな感じでできました。で、こっちはラブ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 と2つ書いてあって、こちら2つのハートで、リボン、唇、でっかいハートとなってます。まだ完璧には乾いてなかったりするので、ちゃんと完璧に乾かしたら、こちらとかコーンとかアイスにのっけてデコレーションしていきます。今からやるんですけど、カップのアイスを購入したんですけど、でかすぎちゃって、見てください、これ横に並んでるんですけど、でかすぎちゃって入らなそうなので、お母さんが工夫して入れます。お、すごい綺麗に撮れた映りきんなよって。横の方がいい、こんな感じで、すごい高くなっちゃってる、すごいアイスだね。意外にこれもインスタ映えしそうだけどね、切った方がいいんじゃない、横ちょっと、とりあえずとりあえずいいのこれで、ね、これでちょっとさ、飾りを飾りを、これまた別よ、入れるように、なんかそれでぐじゃってやっちゃったら、しかもうちのコーン使ってるし、はい、変なアイスね、イエーイ。お、最初にリングをどうつけるのか、こんな感じでね、お、いいね、よいしょ、うちのやつ使っていいよ、いや別にぶっ刺すから、これね、ソフトクリームじゃないからさ、あ、もういいよ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 、折れな折れな、おお、いいねいいね、こんなちょっと溶け目の方がいいんじゃない、溶かしてからの方がいいんじゃない、ハート、ちょっと他のアイス出しとくよ、ちょっと、ゆらぎ、ゆらぎ、うな、ふっ、ビビビ、ママ、どうどう、こんなんで、いいね、いいじゃん、いいじゃん、できました、1個目、いいね、でも結構難しいこと分かったね、うん、できました。カメラの充電が切れちゃったので、ここからスマホとなるんですけど、私のはユニコーン、マミーが作っているやつなんだけど、まあこんな感じで飾りました。裏は普通ですね、後で食べたいと思います。はい、食べてるんですけど、いかがだったでしょうか。今回はインスタ映えするアイスクリーム作ってみました。結構簡単にできちゃうので、ぜひ皆さんも作ってみたらどうでしょうか。それではまた、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイヤー。